カキフライや白身魚のグリルなどに欠かせないのがタルタルソース。さっくり軽い衣にたっぷりつけたり、淡白な味わいの白身魚につけたりすれば、ご飯も進みますよね。今回は選び方のポイントとおすすめのタルタルソースをランキングにしてご紹介します。リストの最初の製品は、リッチテイストタルタルソース健康。卵の鮮度や、サラダオイル、ビネガーなど、すべての材料を厳選して、マヨネーズベースを作り、そこに、ピクルスゆで卵、玉ねぎや、パセリなどの具材をたっぷり入れて作り上げたボリュームのある商品。酸は、控えめなので、いろいろな料理に、マッチするだけでなく、酸味が苦手な人にもおすすめです。リストの2番目の製品は、農場タルタルソースサンクゼール。新鮮な鶏卵のゆで卵に、長野県産の新鮮な野菜を使用して作った、数種類のピクルスを加えて完成させているのが特徴です。きゅうりや玉ねぎなどのおなじみのピクルスのほか、人参やカリフラワーなど数種類を絶妙のバランスで含んでいます。フライや肉料理の味を引き立てるのに、最適の風味と味わいです。リストの次の製品は、タルタルソースキューネ、キューネ。キューネ社とは1722年にドイツは、ベルリンで創業を開始した、同国を代表する製造業者になります。長年の経験を踏まえた、高品質のビネガーに、食感が楽しめる程度にみじん切りにした玉ねぎと、きゅうりを具材に加えて仕上げています。程よく感じる酸味が絶妙で、ご飯が進みます。リストの次の製品は UKMC、タルタルソースマコーミック。歯ごたえと程よい塩味と酸味を感じさせてくれる、ピクルスと爽やかな香りを加えてくれるパセリに、卵の存在感あるダイスで構成されています。香り豊かなレモン風味の酸味と、マスタードの心地よい辛みで全体をまとめ上げました。フライのソースだけでなく、ドレッシング感覚でも使えます。次の製品は、いぶりがっこのタルタルソースいぶし、くん伊藤漬物本舗。独特の歯ごたえと風味で有名な漬物の、いぶりがっこを、ピクルスの代わりに配合しています。卵は、香り豊かな燻製卵を使用。和風テイストの味わいと風味になっているので、巻き寿司の具材などにも活用できます。ブラックは黒胡椒の風味がアクセントになった大人の味わいを楽しめますよ。次の製品はタルタルソース SSK。ゆで卵のコクと玉ねぎの食感を生かしているのが特徴です。程よく玉ねぎの食感が残っており、新鮮な卵は持っている風味豊かな味わいを生かしたソースです。酸味は程よい具合になっているので、酸っぱいのが苦手な方でも美味しく召し上がることができるでしょう。フライ以外も温野菜やサンドイッチソースにもおすすめです。リストの次の製品はタルタルソースキューピー。ゆで卵の旨味と濃く玉ねぎの食感を感じることができるスタンダードなタルタルソースを 12g の小分けに包装しています。普段はあまり使う機会のない方やお弁当にプラスしたい場合便利です。魚介類のホイル焼きや和え物のなどの衣代わりにも使える使い勝手の良さが特徴です。リストの次の製品は豆乳タルタルソースオーサージャパン。卵を使わないで植物性素材だけで構成されているのが他のソースにない特徴になっています。国産大豆使用の豆乳マヨネーズをベースに玉ねぎのピクルスに香り付けと彩りのためのパセリを加えています。化学調味料不使用でコレステロールゼロなのも嬉しいポイントです。次の製品は手作り風卵タルタルネオフーズ竹森。国産の新鮮な鶏卵と玉ねぎを使用。噛み応えを感じることのできる具材の存在感を大切にしています。卵の深いコクと歯触りが心地よい新鮮な玉ねぎの食感もしっかり堪能できるようになっています。まろやかな旨味で酸味がさほど強くなのでどなたにもおすすめできます。このリストありにかなっていると思いますか？
コメントを残してください。ビデオの説明に製品リンクがあります。最新のレビューに追いつくために、チャンネルを気に入って購読することを忘れないでください。